ドラゴン、ドラゴン、ポカー。はい、どうもこんにちは、タカです。今回もドラポ実況やっていきたいと思います。すげえな。どうしたよ、ほんまに。めっちゃ受けたんじゃん。めっちゃ受けた。いやー、先ほどのヒカルのドラゴンポーカー実況の方で11円ガチャ11分の4で SS 以上が4枚出たんで、万超えとるやん。まあすごい、ほんまにやばい。万の壁超えたで。結構だから、さっきの前置き光る忘れとんちゃうかって思ってたら、案外覚えられててやる羽目になりました。おい、なんかやらされたんだよ。おい、マジそれおかしいよ。自分からやるよ。あれ、俺を使っとくよ。しかも考えたら、さっきのあれ、自分が滑ったから、はい、人にそれを。はい、それでは。ほんま、せこいな、さっきの。そのネタを使っといて、借りといて、そういうの人は。全部何をつけとる。何でつけたわけね。責任よ、全責任よな。じゃあ、これは。じゃあ、後で前さんに見せてもらおう。ではでは、11円ガチャやっていきたいと思います。タカごっつい霊石持ってんの。ごっつい霊石だけ持ってんタカは。デッキはめちゃくちゃ弱いんやけどな。タカ前も引なんか2回ぐらい引いただけで何も引いてへんかってずっと溜めとったから88個なってますね。数的にはもうあれやん、2回いけるわけやん。2回いけるから、だから4枚以上ほんま狙えると。タカ今8枚狙えるから。でもただ最初のあれで滑ってもどうから、ほう、結構流れはもう全く来てない。もう流れは全く正直感じひんね、俺は。いや、俺は引くぜ。 でも何欲しいかな、でもまずダイヤモンド何欲しいかな、っていうかもうあれやろ、ミックス引くやったらもう関係ないやろ。いやでも欲しいカードはでも何なんだか、うん、とりあえず水。しかも俺が新カード引くってタカがそのドンコアラだとって、俺のやつあの消すとかやったら今回俺の新カード引いてんか、俺の消しようがないや。確かにもう消しようもないし、まあ、結構多すぎたわな、俺もちょっと持っとうかしが。確かに、タカのあのエース怖くもないのも俺もうあれやな、何もってことっていう。エースじゃないけどな。エースではないけどな。エースではない。まあ日のエースではあるがな。日のエース、タカの。まあ、レベル7やろ、スキルレベル7の。うん。7のレベル7と今、スキルレベルが。7。そやな、炎王とかも欲しいかもな。7につけれるし。そやな。うん。炎王1枚だけ持ってるか考えたら。マジで最初に炎王。レビアタンですけど、んちゃん。そう、炎王って。で、ジャンヌとか、水と火がめっちゃ弱いから、やっぱここら辺欲しいな。水火な。入れるだけで防御力とか上がるやろうしな。上がるな。うん。防御力。防御力。HP と。ではでは。いきますと。いきますと。いきます。これ最初もうな、最初のエースじゃなかったらほんまきつい。俺もなかった、お前。ただ俺ちょっと、エース4枚とかないと思う。びっくりしすぎて、もうなんか、返すな。1000切る可能性あるから。それだけやめてやるか、ほんまに。ちゃんと置いてやろう。遅延するから。いきます。よっしゃ、来い。あーあえマジで、え、やばいやばい、どう、いや、見、シャド見たか、え、マジでこれ、え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 、嘘やー。いや、これな、でも言ったら引き寄せの法則があるって言っとったやん。まあまあ来週だだ滑りしたから、だほんまに。いや、だから流れ持ってこれてんかったね。流れを言ったらもう視野入れてんかったから破壊してもね、流れを断ち切った、断ち切ったな。リリーフが言ったらもう完全に受ける流れやったけど、それを滑る流れに返してもって打ち込まれとるんだ。そうやな。だからここで言ったら続投するか、要はもうそこで言ったらもう降板するか、どっちかやな。続投か、完全に長すぎを。今もう2失点ぐらいそうだから、今満塁。いやもう次はもう満塁ホームラン正直打たれたレベルやで。そんなん低いに決まったやんけ。光おれへんな。でも光はいない。ではでは、大石石40個全部で80個来い来いよっしゃー。ここでやから問題は次。あれ、おお、かぶった、かぶった。え、まあでもまあ、いやまあ、まあ運ゲーには一応あれやん。何だよ、俺はもう正直何だよ。俺が当たってなかったら1回80個で石前やった男と、40個で4枚やった男がおるからな、ここに今。いや、てかこれ、新しいやつやったら、まだなんか、うわぁ、なとったやん。しかも、でもなったやん。もうかぶってもどうからな。俺まだ引こうからな。俺、タカまで行くのに何が足りなかったか分かんない。フェリドットだけやからな、と。マジで？だって俺、アテナ持っとるやん。あ、持っとるな。ナナ持っとるやん。タカなんかあいつ持っとった。あ、ピノコぐらい持っとるけど。ピノコとあいつじゃクラウスやん。あ、もうクラウス、クラウスガーディアンみたいなもんやん。そうやな。考えたら、タカと
無敵を俺真似るからな。もうすぐ攻撃系が欲しい。え、だからどうするの。どうしようか。2回だけ引くよ。2回だけ引く。ありえんから2回は確かに。どれ引くんだから。もう森家、森かな。森1回引いて水1回引いとこう。行こう行こう。だから森で終わられへんやん。終われるわけないんけど、ほんま。だからはい、ドン。あやばいよ。粘土ろ、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 粘土ろいらん。次次、さっきのでも悲しいな。悲しいきついな。俺はもうあんなんやったらもう、いやでも最後いつも引いてきたやん。だからでも紙引きを見せてたやん、うん、ベリルとかあの辺を。まだ、あ、当たるか。ダイヤモンドクー。いやでもまあ最後にやっぱ残したやろな。だからえ最後にまだあれマイスター控えとうかな。マイスターに託したと。そういうふうに、まあ綺麗に断ち切らしかないわ。タカのこのクソみたいな流れを。でもタカほんまに強くならへんな。だって上に見えて正直ならへんな。この試合ではスペダンとかではタカ合体的な。絶対基本的に合体か回復系多いやん。多いな多いな。通常のアタック俺には3回攻撃だ。俺一応ヒーやとあのランスロと一応ヒーのマンモンとソロとかな。俺バタッカーはどうしよう。一人一人エースおるからな。まずは全体系とか多いんやな。ジーベックとかあの辺回復とかな。回復回復がやたら多いやん。タカ多い。もうとりあえずでもこれ一緒でも入れるしかないやろこれ。でもパラメーターめっちゃ弱くない。レベル1やん。あそうか SS のレベル1か。 SS プラスだったら高いやろ。タカデッキ俺でかいから誰も。ちょっと確認すら俺デッキだ。総合防御力バスルーおったやん。9900。何万だ。9900やろ。まだ1万もいってない。1万いってないまだ。やばくない。何万やマジさん。俺1万2000ある。俺何万や。俺でもカード全部チャンネルだから多分俺1万5000は超えると思うんやけど。おあるやん。見よう。1万5000超えるの。だから今度全部もっと入れたよな。あれ全部レベル上げしたらってことだろ。そうそうそう。はぁ、あ、まあ、マイスターに託して。ここは1万2000やん。一緒や。一旦終わりたいと思います。ではではマイスターに交代します。というわけで、タカが、引いた後、次僕が引きます。てかどんなことやばいっすよ。まあ、タカね、さっきね、ほんまだいぶショック受けてるみたいで、まあ、さっきの流れから、基本的にもう全然ね、滑ってしまうような流れになってしまって何え、タカあれあれあれやれへんの。あれ何が。いや、さっきのもう分かるやん。だから流れ的に分かるやん。自分で滑っといて人にそれをまずやらず強要させるっていうのはどうかと思うんだ俺は。だからきっちりそういうのを考えた上で俺を踏まえてやったから。きっちりかわしていくと。いや、きっちりかわしていくじゃなくてそれを踏まえてその流れ断ち切るためにやん。逃げとるな。逃げてない全然正直。全く逃げてない。恥ずかしい。いや、これはいや、激や違う。いや、ほんまにそれは違うよ、ほんまに。うん、これでとりあえず僕の流れができたんでできたんでこれでいきます。僕はタカみたいな感じでならないです。僕は絶対に。大丈夫この空気。この空気大丈夫よ。大丈夫。いや絶対いけるわ。正直絶対いけるわ。いける。それ結果、いや結果で見せたらいいやん。証明してくれる。結果が大事やな。結果結果でそれは結果それはあの端っこで1個とかやったらそれはもう全部俺の責任やん。ごっついビビたまっとんな。俺 SS 引いとる。どういうこと SS 引いとるって。さっきの SS でなんか表示されとる。されてんやろもうあんな下におらへんわ。おらへんわ。だからいません。ウィンディーでも出とんな。そうやな。出やすいんかな分からんけど。でもウィンディーには欲しいしな俺も。まあ、これ出やすいとか関係ないやろ。うん、まあ全部同じ確率だしな。はい、じゃあそろそろね、運命の時間が。まあでも見たいは新キャラやわやっぱ、うん、見たい俺も。そろそろ見たいな。ちょっと新キャラ乗ってへんからここ。新キャラ新キャラな。何やねん。いや俺何もないですよ。じゃあもう行きますね。5体出て5体出て全部違うか。新キャラじゃなかったんで、できたら僕はダイヤモンドとドンコアラを2体ともゲットしてなんとかね、さっきの流れから少しでも上向きになるように、行きたいと思います。僕は一応ラストなんで、で龍石一応88個あるんでとりあえず1回引いて、まあ、タカみたいな、さっきの結果みたいにならないと思うんですけど、もしなった場合はもう1回僕も引きます。なんでちょっと保険かけたら。いや保険かけてへんからもんタカ。行きます。じゃあすべこを言わずにもう行こうとりあえず。ふぅ、まあ絶対多分出るんで演出は本当に。行きます。来い。よっしゃー来た来た。これもう絶対来たわ。誰や誰や。頼むぞ。
誰や。おお、わあ、ええな。なる。待て。ああ。やっぱこうへんじゃな。これでもまあ。でも俺ジャンヌめっちゃ欲しかったんやけど。ジャンヌ来たんだ。残属性ダメージで確率混乱状態。これなんか能力めっちゃ増えるやろ。そうなの。なんかなんか増えるなんか能力。スキルレベルが6になったら。一気に大超なるやな。うん。2,3 回コーナーになるしな。でもまあジャンナーだったんで。でもこのね、これは嬉しいんですけど、ただここではちょっとね、1枚だけしか僕も引いてないんで、で、新カードが1枚も出てないんで、3人引いて。確かに。それはまあ俺の意思が超えれてへんわな、まだ言うても、うん。インパクトは超えれてない。だから。あれを超えようと、新キャラ2体連続当てとかやったらな。いや、新キャラ2体連続当てちょっとな、難しいかもしれんけど、まあでもやるしかない、もうやるしかないんで。じゃあほんま出てないしな。出てない、ほんま出てないから。じゃあ A 戦バッターが引いても悪くはない。うん、うん、これ以上ないチャンスだと。なんでもう一回、11連レアミックスいきます。ドンコウニシ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 やらっかドンコウニシドンコウニシはいドンコウニシ。あ、引いてくれよ、もうこっちはもういっぱいいっぱいやなよ。じゃあもういきます。こっちはいっぱいいっぱいやな。いきますね。はい、イエス。タカスクリニック。どんどんボ、はあ、これ多いな、これ多いな、アイスさんこれ多いな。準備ができやろ。ちょっと待って、考えたらもうこんなんやったらあれやで、ラブホ行ってコンドーム用意してるこんなもん。彼女の家ラブホは絶対あれやん、コンドーム。彼女の家行ってやで、コンドーム用意してんが出会わないわ、いや今日買ってくるわ、もうその頃にはもう寝てもとるな。寝てもとるな。あかんあかんあかん。多分経験ある、打ち切りや。多分経験ある。何の話しよう、何の話しよう、それ生々しい話じゃねえや。生々しい話じゃない、そういう経験があるんかっていう話じゃない。ただ近藤武蔵、うん、近藤武蔵やな。まあドラッポはまあまあまあギャンブル系のゲームやから、まあこういう話していいか、うん、どんどんしていこう。関係あるかやな、だからそんな、だからどんどんしていかないし。だから正直今時な、近藤武ぐらいでな、ギャ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 言うようなやつおらへんぞ、そんな。ほんまほんまそれ、あんまり。近藤なんか別にあれただのアイテムやで。アイテム、キノコと一緒やで。てかあんなん、そうやな。アイテム、キノコと一緒。マリオのアイテム。いやまあ、とりあえず、とりあえずもう行くからちょっとええか。じゃあもう行きますね。おう、前そのキノコ皮膚で。よし、誰頼む。何しよう、何しよう。じゃあ、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 その間、ちょっとその間あれしよう。タカの経験談聞こう。その間俺ほんまに多分あれやと思う。ほんま最後ティッシュ中でもたまたやん。あ、ティッシュないわ。いでもすいません、ちょっとね、一緒やもん。ちょっとぐだってるんですけど、ちょっと我慢してください。こんなやつおらへんで、こんなよう言われやつ。ほんまにちょっとね、今日そらあかんわ、そら泣いてまうわ、そらみんな泣いてまう、泣いてまう、今こんなやられたら、そんなほんまにこれはあかんわ、ほんまに。ちょっと待って、ほんまにちょっと増やすわ。やった気するねん。どれやったっけ。次はカードを増やして、次またカードを増やしたんで。増やしたらんかいな、ほんまに。なショップやろ、ガチャ。あそこそこ一番右上。あ、これか。あと1個か、1個、もう1個増やしてんが。よし、これでいきますね。すいません、じゃあいきます。そうだね。ちょっとグラッてしまって申し訳ないです。全然。じゃあいきますね。この流れから何が出るのか。いや、この流れね、前もあったんですけど、確か出たと思うんですよ。なんかは SS は絶対出るんです、間違いない。楽しみやな。ウンディーネ、ウンディーネ、ギャンブラー、ベルモット、ウンディーネ、ウンディーネの流れ結構続いてるんで、何度か。じゃあもう運命の瞬間ですけど、もう行きます。頼むぞ、来い。よし、来た、よし、来た、新キャラ、来い来い。あれチャーデン、おー、来た。こうなっちゃう。もう一回。うわー、おー、うわー、来た。コニシドン、コニシ、ほんまコニシ、これだ、コニシか。コニシや、やっぱりコニシ来ました。うわ、これでもタカがコニシ引いとったら、ああ、あ、でもいや、でももう無理や。リードとかリーダー変えてへんもんな。いや、もう無理、もう無理、それは。これ強い、これ強い、こう、いや、あれも無理、これ強い、3が多いやん。でも自分もダメージを受けてしまう。え、これはどういうことや。確率で森の力を帯びた爪属性ダメージになることも。え、確率、ん、これダメージどんだけ受けるかによるわな。それよ、それやな、それよ。幸運スキルがボスコアラ、親分が女の子以外の時与えるダメージ 15% アップ、ストレート以上で 25% アップ。強っ。あ、強い。だからめっちゃ強いやん。男やったら普通にええやん。だってこれジョージやで。だから2ペアでもいけるってことや。めっちゃ強い。だって強い。じゃあ爪であろうが何であろうが関係ないで、女の子以外やったら。そういうことや。あ、でも女の子が多いんか、このゲーム。いや、でも俺マンモンとか持ってほしい。
ドンコアラ。あ、でもそれやったらあれやんか。ドンコアラにドンコアラつける。ドンコアラこれ。ドンコアラ男なん。性別あるんこれ。これ男やろ、どう見ても。女キャラやったら、もう簡単やったら、女キャラってもう分かりやすいやん。もうパッと見分かるやろ、このキャラ。おっぱいついとるかどうか。そんなわけ似合うの、タカ。そんなあれやん、下品なこと言うねんや、タカ、ほんまに。あれ俺言った時にこんなんなるやん。さっきはちょっとだからあれやな、あの言ってもいいかなって言ってもいいかなって言うけど、勇気振り絞って言ったらな、さっきほんまいやらしいこと言うな、だからほんまにほんまいやらしいわ。そういう絞りとか一番いやらしい。俺もいや、ほんま一番俺下品やと思う。言わんでよかった、ほんまに。一番あれやで、一番あれやで、ほんまに一番いやらしい。一番女の子に嫌われる下ネタやから、それほんまに直接的に言ってもとやめて。だからもう言わんとく、俺もう下ネタ使わへん。じゃあ高寿司も、うん、高寿司も。はぁ、でも今回は、でも見事にあれやろ、タカの流れを俺切り返したね、ほんまに。森はでもあれやわな、俺持ってんが欲しいな、森。森はいいよな、スキルフェアリーがめっちゃ甘いと。まぁ、今回前でも森めっちゃ揃っとったんじゃん。いや、森でもあれやで、ベルモットとか案外あれやん、伸びひんかってん。え、だそいつってどっちもコンボとして使った方がええんかもな、逆に言ったら。コアラ。いや、今のデッキの状態やったらな。そうやな、そっちコンボとしてだいぶ強いやん。強いな。俺今こんなんや、見てん、進化したんや、俺ゴッドカでレベル6。俺らも強いもんな。ゴリニー結構ええな。え、これスキル6やろ。スキル6。え、これでも結構全員そんな悪くはないやん。悪くはないな、一応アテナとか。じゃあまだこれ抜いてこいつら古文として雑魚くてベンチ入りなんとしたら、コアラ普通に古文として使ったほうが。俺水今考えて全然おらんわ。ほらでもさっきジャンヌ引いたで。あ、ほんまや、ジャンヌ引いた。いや、ランスロードは古文つけれるやん。だからこのブラックベイとか全部そうやな、男やだから。あ、ほんまや、俺男が多いんや、全員男やわ、ていうか、だからゴリラも男やしな、絶対あれ。え、だからもうマンモンも男やし、コブンにした方がいいんじゃん。ほう、ほんまコブンにしよう。また見たいけどな、若干使ったところ。まあ入れてもね、あいつ前でもあいつ爪スキル、爪スキルやから。おらへんの森で、あのコブンとして優秀なやつって、その今おるメンバーで。森でコブンとして優秀なやつおらんの、この中に。爪やったらおるけど、レベル3とかやったらおるな、炎とかで。でも森で優秀なやつおらんと思う。なるほどな。だからこいつ出たんや、こいつもええんちゃん確か。あ、レベル2か。あ、でも残15か、うん、3やったら な3欲しいわな、せめてな。15はちょっと微妙やもんな。あ、こいつおるわ、こいつ。ほら、あ、そいつええな、レベル3だから。使ってもいいかもしれん、1体だけは、せっかくやし。まあ、そうやな、誰抜くからな。誰抜いたんやろ、これ森。誰抜くん、コモンとして使えるやつ抜いた方がやろ。確かに。でもアテナ絶対いるやろ。まあ、アテナは3。レオン使えるんじゃん、ほら。あ、無理や、これ神スキルよ。持ってんやん、カム。いや、もうおるわ、あれ、確か。ブラックベア。ブラックベア。あ、ほんまいけるやん。カムスキル。あ、もうそれでいや、いいんちゃうの、それ。で、コブンが、ヘルハウンドとフレームリザードで、こいつ抜いたらええやん。いや、こいつええやん、ほら、3やん。あ、3か。ほんまや。あ、ええやんじゃん。じゃあ、ブラックベアだいぶ強くなるんちゃう。いやな、これ抜いて、あ、今は抜かんねえんか。まあ、ええやん、後で。後で、そうす。じゃあ、一旦終わるか。一旦終わるか、じゃあ。一旦もう終わる。これでじゃあ、一応3人、全員引き終わったんで、まあ、まあ、相関的に見たら、相関的というか、全部で、見たら、まあ、光が。80個で1個。80個で3個。80個で1個。前田さん。80個で3個。俺が3つで。俺は40個で4つ。うん。あれあれっていうレベルなんですけど、まあ、多分ね、最初の、その、感じ、その空気がね、もう多分全然違うかったなと。本当に。タカと僕の時も多分違うかったでしょうし、まあ、一人勝ちではないけど、一人勝ちではないけど、今回はまあまあボロ負けやった、ほんまに俺らの負けやな、うん、今回はちょっとあれやったな、2人合わせてあれやな、俺ら4枚でしかも負けたんやから、内容的には160個使って4枚やもんな、要はだって、うん、そういうことやで。やばいな、そう考えたら、えげつい引きやったな、おかしいな。しかも全部がええやつっていう、過去おるから最初に引けばよかったな。過去にちょっとコメントで、過去に11連で、あー確かに聞きたいな、4枚以上来た人いたら何枚来たのかと教えてください、それを、うん、そうですね、どれぐらいいるのか知りたいんで、これがどれだけ低い確率なのか、全部11枚 S とかってやばい、それはないやろ、それはないか、ね、SS 全部そんなもんな、奥ぐらいの確率か、うーん、奥は分からんけど、奥ぐらいの、でもまあでもないと思う、それは11年全部 SS は 7% がだって11回続くって、うん、もう奥やろ絶対、やばいな、やばい、ほんまにやばい。まあそういうことで、じゃあ終わりか。というわけで今回はガチャ連続で見ていただいて本当にありがとうございました。というわけで終わります。何やそれ。ありがとうございました。ありがとうございました。